っぺん取るぜ。できるならしてみるがいい。この先が抜けてなかったか。華々しい戦果、私にも活躍の場をいただきたいものです。いいだろ、やるぞ。この子らよ、我に挑む。相変わらず問答無用です。教えてもらえますかね、芝生さん。未来で何を今のお主に私に分かる。答えが知りたければ来るがよ。どうなるのやつ、俺たちを殺したからね。この先が抜けてなかったか。さあ出てやったぜ。せいぜいあがくがいい。かたじけない。それがしはどうなっても構わぬ。どうか、リチを救い出してほしい。どこをどう取ったらそうなるの。キツ、バカだ。真偽に残ることを承知していく。リチを。なぜでしょう、あなたの言葉はとても空虚に響きます。させたな。おお、焦んなよ。おいおい、俺を忘れんなよ。あなた、俺と勝負しろ。そうだ、その調子で俺を倒してみろ。激勝、打ち取ったぞ。ヨネネ様のことは頼む。素晴らしきご活躍です。お見事なお手並みです。華々しい戦果、私にも活躍の場をいただきたい。忘れてくれねえか。
ここまでかよ。どうやっても蓋が開かん。ダメでしょう。今は耐えよ。蒸気は必ず来る。ダメでしょう。せいぜいあがくがいい。せいぜいあがくがいい。せいぜいあがくがいい。この芝中達こそ真の三国武将よ。はいはい、やるしかないんだろ。人よしすぎない？あいつら私たちを攻撃してきたのに。やはり長谷道場は守りきれんのか。だが余も殿は無事のはずだ。ダメでしょう。Yeah!
手並みです。メッセ、リオーレ、やるじゃねえか。私が真の三国無双ね。いろいろな意味でね。でかすぎるぜ。なかなかのものだ。やっほー、今日の相手はお前に決めた。おいおい、俺を忘れんなよ。やれやれ、どうしたもんかね。さあ、それぞ喧嘩奉行の名裁き。